パリ警視庁本部パリ警視庁は、パリ市及びその周辺地域を管轄する警察組織である。地区語役は、パリの警察の長官事務所、パリ警察長官府であるが、官用表現として、パリ警視庁と翻訳される。して島に所在し、ノートルダム大聖堂の正面に位置する。正式な所在地は、パリ市4区、オルフェーブルカ市36番。パリ市内を経緯する、 警官バスジャックへの対処を訓練する BRI、BAC パリ警視庁は、東領政府体制下の1800年に創設された。以後、中央政府の変遷にもかかわらず、独立した機関として維持されてきたが、1966年7月9日法によって、フランス国家警察の一部となった。しかしながら国家警察総局の指揮下にあるわけではなく、これと並列で、 内務省の外局に近い扱いとなっている。警視庁の最高指揮官となる警視総監は、首相内務大臣の提案に基づき、閣議を経て大統領の政令によって任命されるほか、他のコミューンであれば、主張に属するような権限事項の一部も担当するなど、独特の地位を占めている。1944年にはパリの解放の一端を担い、団体として、 レジオンドヌール勲章に異されている。管轄地域はパリ市内とされていたが、ニコラ・サルコジ政権下のグランパリ計画に伴い、2009年よりオードセーヌ県、セーヌ・サンドニ県及びバルドマルヌ県にも拡大された。なお、長くパリ警視庁は、フランス国家警察で唯一の警察庁管府としての地位を占めてきたが、2012年、ブーシュイコーレデュローヌ県を管轄する。 ブルシュイコールデュローヌ県警察庁官府がマルセイユに設置された。下記の6つの主要を内部部局から構成されている。なお人質救出作戦や対テロ作戦の必要が生じた場合には、パリデ DRPJ の BRIPP を機関に、ダップックの勝備など、その他部署からの要因を編入したタスクフォースとして、コマンド対策部隊が編成される。これは、 フランス国内初の対テロ特殊部隊であったこともあってパリ県外への派遣も頻繁に行われてきた。2009年7月31日以降は国家警察介入総体の下で国家警察総局の RAID やジップンと統合して運用されている。警視庁の本部はして島に置かれておりかつてのサンバルシャル修道院の後にある。現在の建物は ネオフィレンツェスタイルで1863年から1867年に建築されたもので、1871年以来、警視庁の水曜部が使用している。最寄り駅はメトロ4号線指定駅である。本庁がある区域名からオルフェーブル貸し36番地、あるいは単に36と通称される。ありがとうございます。